ははいかがですか。なるほどね。なんか基準が 5として普通だって考えようかな、はいはい、まあみんな一応ね基準は超えてますよなるほどそこはまず全部5のからのどのぐらい増えるかってことだな。下はないからな。なるほどね。オリジナリティとかも難しいもんな、まあ、何もしないオリジナリティもあるからな。そうなんですよね、解釈次第ですもんねこれ考えて何もしなかったことによってダイナミクスがつかなかったっていう、そうですね、人が一人ねいますけど、ね、ちょっと辛いですよね。ある意味完コピしてきたみたいな。そうだからオリジナリティとしてはこれですよね、普通ですよね。そうなっちゃいますよね。まあでもね難しいな。結構みんなしっかりやってるんだけど、グルーブをシビアに考えたらグルーブはちょっと難しいなみんな。ああなるほど。うん、キープもね、キープはいろいろやったことによってよれたこっちの方たち。グルーブはねみんな何もしなかったことによってグルーブは高かったんですよ。ただノリが16ではないんですよね。あ、曲的に16分音符なんだけど、普通よりはいいんですよみんな。あ、グルーブはあるんですよ。すごい人が10だとしたら、ここにボボがいるとして、はい、10にボボがいるとして考えたら、そうダイナミクスがないからここが6だとしたら、この人たちは、はい、ここ一番あって7ぐらいなんだね。なるほど。オリジナリティ、あんましないオリジナリティもあるんだよな。むずいな。ゴーストの入り具合とかね、色のニュアンスとかちょっと近い、はい、なるほど、タイプがね、よれちゃったんだよな。でグルーブもちょっとずれちゃってるんですよねこれが。テクニックで言ったらまあだからいろいろできるから上手なの。なるほど、うん、今んとこね、今一回聞いたら変わるかもしれない。ああ、一旦初見で。いやなんかね、そのここが難しくて、ここはなんか、はい、グルーブとリズムキープが基本なんですよ、まあまあ、俺ここは意外とどうでもよくて重要なのはリズムキープとグルーブ。でもこっちとこっちって真逆のとこにいるからいいと。なるほどね、うん、確かにそうっすよね。これねテクニックがどれがテクニックかっていうところが難しくて、あ、これ一応だからオリジナリティのところに付随していろいろやる努力というところでテクニックといえば、はいはい、こっちなんでこっちは何もやらなかったっていうなるほど、ね、ところでこれぐらいかな。あ、まあみんなほぼ一緒ぐらいです結果お気に入ってこう勝ち取った感じ。あ、とグルーブを。なるほどなるほど。勝ち取った人と、せめてリズムとグルーブを失った人たちかな。改善点がまだあるので多分、はい、伸びしろいっぱいあると思う。伸びしろしかないですね。はい、伸びしろしかないです。おっす。ありがとうございます。はい、というわけでですね、はい、ご足労いただきましてわざわざですね。いやいやいやでですね、はい、結果なんですけども、はい、お、来ましたね、スペシャルゲスト。スペシャルゲスト、うちの犬あ、いいですね。はいはい、まずは一番の、はい、石坂優さんですね。あ、シンプルなおう、こんな感じです。はいはいはい、で、忠実でしたねですね、うん、で、2番が、早川直樹氏。おお、うん、直樹、はい、2が直樹か。そうですね。じゃあ3が、そうですね、3が彼ですか。例のあー、いや3とね2はね、はい、ほぼ一緒なんですよ。互角って言ったらあれだけど、はい、テクニックとかダイナミクス頑張ってつけようとかオリジナリティもなんかつけようかみたいなのは見えたけど、2人ともなんかちょっと、はい、なんか近いなっていう感じは。そしてそこを取ったがために、はい、リズムキープとグルーブがちょっとおろそかになってるなっていう逆にね、はい、だからゆうくんはしっかり忠実にやってたんで、はい、まあ、それこそまあもともと原曲自体がねダイナミクスあるもんじゃなかったから、まあここはこういう風につけさせてもらったけど、オリジナリティもまあ忠実にやってたから、はい、だけどここの部分はしっかりテ
生きてたなっていう。なるほどね、うん、まあドグリの背比べですわ。いい感じですよ。でも仲いいなと思いました。まあ、同い年ですしね。同い年です、はい、同い年ですね。というわけで、はい、ね、ロックドラマーがマイケル・ジャクソンを叩いてみたですね。はい、延長戦で、延長戦です。松尾さんにも評価していただきましたが、はい、今日はモアイ君しかいないですけど。そうですね、はい、はい、都合上、はい、だから僕は2人よりも早くちょっと今結果を知れる、ね、そうですね、はい、あ緊張する。果たしてね、どうなったんでしょうね。はい、はい、気になります、かなり。兄貴さんの判断では、はい、直樹君1位、38点で1位でした。小前くん35.2、石坂優30点、3位、まあ、3位という形で、そうですね、はい、そこにまあ加点されていくわけですけども。そうですね、だからまだ覆る可能性がまだこの段階ではそうですねあるわけですよ ね。じゃあいきますか。現状3位石坂優さん、ででん、どうぞ。はい、こちら34点。はい、おい、ということは64点ですね。なるほど、はい、暫定1位ですね。圧勝ですね。あ、これまたでも兄貴とまたちょっと違う。そうなんですね。兄貴はあれですよね、結構綺麗な五角形がキュッてなった状態、ね、リズムキープが一応ね。あ、なるほどなるほど、どこに振ったかっていう話ですよね。そうですね、やっぱそうなんですよね、どこに重きを置くかでかなりこの評価変わってくるんで。そうですよね、あ、絶対持ち味じゃないことやってたもんね。そうですね。らしくないって言ったらですけど、確かに石坂っぽくない、石坂が今暫定1位、暫定1位64点、はい、こうやって見てくるんですね。俺の番エグいですね。まあ、2位やしね。まあそうですね、2位の俺が、俺だ、はい、うわ怖い。さんどうぞ。はい、30点。おーおーおお、点数一緒だ。ほう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 、はいはいはい。あー、でもしかも俺はなんかこうまんべんなくなとこで、そうですね、まあ、ちょっとグルーブが中では下がってて、下がってて、あのまんべんなく、まんべんなくかも不可もなく的な。34点だから実質69点。そうですね、お、暫定1位。よしよし。わ、これ、あ、なるほど、あ、ほんまに兄貴と聞く人が違うとこんなに変わるんですね。そうですね、俺はもう自分でもちょっとオリジナリティに振った部分がかなり自負はあった、はい、あ、それでもこの評価になるのは、オリジナリティっていうのをどうするかって、何もしないっていうのもオリジナリティ。ああ、まあ、なるほど。石坂優の場合は何もしないってことがオリジナリティっていう解釈でもある。ちょっと哲学に近いですね。そうなんです。なるほど、まあ、でも松尾さんの中では同率になったわけですね。そうですね、俺と石坂優の方が、はい、暫定1位俺です。はい、ありがとうございます。じゃあ9位1位の早川直樹さん。早川直樹、うわ、どうか、デデデン、デデン、はい、なるほど、そういうことになります。点、はい、ということは、兄貴との加算して点数はひっくり返らずで、そのまま、その順位、なるほど、面白いことになりました。面白いことになりましたね。結果、順位そのままっていうことで。なるほど、はい、ちょっと直樹の分析を、はい、あ、でも、なんか俺のに限りなくちょっと近いかもしれないですね。松尾さん今やっぱこの2人は近いって言ってたっすね。ああ、そうなんですね。2人ともグルーヴが減ってんのは、はい、そっちに振ったから。なるほどなるほどなるほど。いや、かなり面白い結果になりましたね。だから3人とも3人とも一緒とは思わなかった。結局どんぐりの背比べやってた。こっち松尾さんからしたらそう、そうですね。なるほど。順位はこれで左から直樹、早川直樹、俺で石坂優という順番になりました。そうですね、変わらず変わらず、はい、いやでもなんか突出して何かが伸びてるのは俺結構魅力的なんですよね。確かにね、モアイ君のあのドラムを聞いて石坂優がやったなって思う人もいるわけじゃないですか。そうなんですよね。この人が結構ね、なんかジョーカーみたいな感じで、いや、そうなんですよ、ね、俺もこの話が来た時に、はい、石坂がどういうアプローチで来るかでも結構変わると思ってたんで。確かにね、まあ、まあ、大波乱になりましたね。そうですね。音だけで判断するっていうのは面白いですね。面白いです ね。映像なしですもん ね。次回もし機会があれば、はい、めちゃめちゃ準備していきます。先に言っときます。あ、絶対直樹くんだけめちゃめちゃ準備してきたから、ね、いや、あいつ言ってなかったけど絶対やってますね。やってますね。やってるし、かかっとんな。かかってますね。
そうですね、はい、というわけで、というわけで、はい、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそです。